今日はお見せできませんということでお引き取りいただけますでしょうか間違ってますね、えー、今日現在株主であるかないかというのがこの問題になるんです、ね、でそれについて、えー、今のような議論をしないためにですねうちの方からよその会社さんは、えー、こういうのを送っていただいてね、えー、これはあの密証券でなりますね 当然、返信用もいろいろ大事な書類ですから、え、これで書いておくれと言ってます。ねちょっと話してんだから。ね今日、過分してあるかないかが問題なんです。ねで、それについて、あなたのところでね、え、名簿管理人である住友さんにね、住み心ですよね。住み心にね、聞けば、そういう住む話です。ねえ、個別株物通知があっても、 ね、被っちゃっていれば何の権利もないんです。そういうのは法律です。であなたのところの弁護士さんがね、そういうふうに因縁つけると言ったんでしょうから、弁護士さんの名前も言えないし、え弁護士に言えなければ、えー、それは弁護士会の方に懲戒申し立てします。